FM802 から浅井宏明がお送りしていきますレトニクス。今夜のメニューをここでお伝えしていきます。今週はさっきおちけんが紹介してくれた通りトリプルゲストになります。まず12時台にお送りするのがサウンドホライズンのゲスト収録。これ先日富田林のスバルホールのプラネタリウムで行われました公開収録です。この模様一部オンエアしたいと思います。12時20分ぐらいにスタート。そしてこのゲスト収録の中で夜鷹の星っていうね最新の曲を紹介しているわけですが、フルコーラスでこれが流れるのは今日が初めてだそうで、まあフル解禁ということですね。こちらもご期待ください。浅井宏明がお送りしているレッドリクス。さあ今日はスタジオを飛び出しての公開収録サウンドホライズンのバニシングスターライト完成披露イベントにお邪魔しています。ファンの皆さんこんばんは。さあそれでは皆さんお待たせしました。お迎えしましょう。ゲストはもちろんこの方サウンドホライズンのレボさんです。よろしくお願いします。自己紹介ですね。お久しぶりでございます。サウンドホライズンのレボです。イエイ。いやいや、ちょっとじゃあ座っていただいて。はい、今ちょっとね、PV が流れている間もずっとね後ろにいらっしゃったと思いますけれども、はい、初めてああいうの見てもらう時って緊張するもんですか？そうですね、でも僕の一人の力で作ったものではないんですが、はい、自信作なので、うん、緊張というより早く見てほしかったというような、うんうん、この何でしょうね、喜びというか、うん、楽しさを共有したいなというなんかそんな感じでしたね。はい、まあ、いち早くここにお集まりの皆さんは見ることができたわけですけれどもね。はい、まあ、今日は何といってもね富田林市にある、もう初めてでしょ富田林市来たの、レボさん。そうですね、富田林、ここどこだろうって思ってるでしょ。林が飛ぶんですかね。いやいや飛びはしないんですけど、いやなんかすごいこうのどかな、来る時車で。そうですね、でもいい空気感でしたね。いい空気感でしたね、はいはい。しかもプラネタリウムっていう場所を今回このイベントでね選ばれたわけですけど、なんか理由はあるんですか？そうですね、やっぱりこの夜鷹の星ということで夜空であるとか何かそういうものを感じさせる、どうせこういう感じで上映とかするのであれば、うんうんうん、場所がいいんじゃないかみたいな話で、プラネタリウムなんかいいんじゃないですかみたいな話できんの、そんなとこでみたいな。大変だったみたいですけどね、できたみたいですねこれね、はい。まあまあこのねスバルホールがなんとかやらせていただけるということになって、こういう形でね、まあ、だってプラネタリウムでこうやってなんか人が喋るの聞くってことあんまないでしょ皆さんもね、はい、なかなかちょっとシュールな空間でもあるんですけれども、はい。サウンドホライズンがですねいよいよあさって10月1日にアニバーサリーマキシシングルワニシングスターライトをリリースするということになっております。メジャーデビュー10周年記念の第2弾作品ですけれども、今回はどんなシングルに仕上がりましたか？そうですね、激アツ&激アツ、まあ、バンドサウンドですね、完全というように言ってるんですが、レッドニックスさんへのコメントで初めて激アツって言ったような気がするんですけど、はい、ぜひこれからもいっぱい言ってほしいですけどね、はい、今回激アツで、激アツ推しですね、推していこうかと。はい、はい、まあまあそれぐらい熱くロックサウンド、そうですね、はい、で推しているわけですけれども、今回は初めて現代日本が舞台なんですよ、はい、の、まあ、一応物語を、そうですね、はい、になってるんですけれども、パラレルワールドに存在する新生バンドのバニシングスターライトのメジャーデビューを描いた作品とというね、初めてこのラジオをお聞きの皆さんははいと何を言っているんだと、まあ、僕これ読んだ時にはいと思いましたからね、はい、まあ詳しく説明するとちょっと孤輪性的な空気感になってくるので実際はそのバニシングスターライトっていうバンドがいまして、そのバニシングスターライトの活躍を描いたというか、ほうほうほう、ようなマキシになってるんですけども、とりあえず今日は僕が全部作ったという体で話させてください。はい、わかります。本当はそのバンドの人が作った曲とかあったりするんですが、はいはい、多分初めて聞く人は混乱するんで、お約束として、もうすでに混乱してますからね、はい、普通にデブが全部作ったと、はいはい、そういう世界観を作ったと、はい、まあ、でも今の、ミュージックビデオを見てですよ、だいぶああなるほどって思った部分ありますよね。ああなるほど、こうやってバンドになっていくのねと、なんかなかなか面白いミュージックビデオでしたね今回、フルアニメ。そうですね、今までこういう形はやってなかったので、ぜひ今回挑戦したいなと。
しかも最初の方はちょっとコミック的な漫画的な感じから始まって、はい、それがだんだんゴージャスな絵になっていくと。そうですね。その辺もレボさんのアイディアなんですか。それも神関税動画さんといろいろお話しして、うん、でどういうふうにアニメを動かしていくのかっていうのと、またその世界観、まだ本の中の世界観も出したいとか、あとその前後でどういうふうに変わっていくのかっていうのを、あの絵でも見せたいなっていうお話があって、はあはあ、それでこういろんな方法論を使ってという。なるほどね。今回はアニメのジョジョの奇妙な冒険のオープニングなんかを手掛けたアニメ制作会社の神風動画が、はい、制作を担当されたということなんですけれどもね。そのミュージックビデオも、フルバージョンで今ここのお客さんには見ていただいたんですけれども、今回のこの夜中の星、はい、まずもタイトルが宮沢賢治です。ですね、はい、これはどういったところから。そうですね、まあ、皆さんもそうだと思うんですが、宮沢賢治って非常に誰でも知ってるというか、うん、馴染みやすいと言いますか、もういろんな、もう教育の現場なんかでも取り入れられていたりするし、皆さん読んだことがあると思うんですよ。そうですね。なのでそういう余計な説明はあんまり必要ないというか、教養として皆さん知っているであろうっていう入り口、当然僕も知っていたの で皆さんの中に残ってると思うんですよ。そんなスルーできるお話でもないというか、結構特徴的なお話なんで、その眠っているものと何かこう響く瞬間、共鳴する瞬間っていうのがちょうど僕の中にも訪れてたので、これを他の皆さんも今ひょっとすると共鳴する人たちがいるのかなというので、今このタイミングに送り出す曲としては、その激アツっていうのも出ましたけど、悲しい側面もあるかもしれないけども、ただ悲しいだけじゃなくて、そこに何かこう生きていくとか戦っていくとか、何か意志が感じられるようなものっていうのが、今このタイミング、10周年のこのタイミングで未来へ向かってと言いますか、送り出していきたいなという気持ちは僕は持ってましたね。前々からその宮沢賢治の何かを題材に曲を作ってみたいみたいなことは考えていたんですか。そうですね、一瞬思った時もあったのかもしれないんですけど、一瞬、ね、うん、いろんなことを考えてるんですよ僕一応、はい、で一瞬一瞬いろんなことを考えて、でもなんかでも違うなみたいな、はいはいはい、その時これだと来るものになぜかハマらなかったんですよ今までは。なぜ今回ハマったのだろうというようなことも、多分今日ここに来てる皆さんっていうのは予約限定版っていう、そうですね、1万円のお高いのをお買いになったオセレブの皆さんだと思うんですが、いやオセレブかどうかはみんな無理してますよ、はい、大阪のおばちゃんもいるんですかね普通のおばちゃんね。まあ、実はちょっとね、宣伝って言ったらあれなんですけども、皆さんその予約をされたと思うので、その中にメモリアルイシューみたいな本が入ってまして、はい、その中で結構いろんなことを語ったりしてもいるので、ちょっと話すと長くなることは、ぜひ後でそれを読んでいただければなるほどと思うこともあるのではないかと。そこで全てが分かるようになっているという、はい、ことですね、はい、ぜひ皆さんそちらもね、発売されたら楽しみいただきたいと思います、いよいよあさって発売となるニューシングルをここでじゃあ聞いていただきたいと思いますので、じゃあ曲紹介いただけますか。お願いします。はい、それではサウンドホライズのニューマキシングル、バイシングスターライトから夜高の星聞いてください。
お送りしたナンバーはサウンドホライズンの夜高の星でした。浅井博明がお送りしていますレトニクス。今日はスタジオを飛び出して富田林市にありますスバルホールのプラネタリウムからの公開収録、サウンドホライズンのレボさんをお迎えしております。イエイ、よろしくお願いします。はい、後半もいろんなお話を聞いていきたいなと思いますけれども、まずはですね、この番組ではゲストの方に事前にアンケートにお答えいただいて、そこからいろいろと話を聞いていくんですけれども、レボさんにも答えていただきました。近況ですけれども、最近はですね、進撃の巨人の劇場版の主題歌を作っていたと。作っていましたね。はい、こちらも非常に熱い楽曲になっていると。はい、また熱い出ましたよ。激アツ&激アツからの激アツです。激アツからの激アツ、もう上の上をいきますけど、やけどしちゃいますよね、もうね。まあまあ、進撃の巨人 の主題歌ということはリンクとホライズンとしてリリースするんですか、それは。ですね、まあリリースするって言っていいのかな。まだわかんない、ね、その辺はちょっと今モヤモヤとして、ね、ま、としてるけれども、皆さんもモヤモヤとしてくださいっていう感じなんですが、劇場版に向けて、ほうほうほう、劇場で聴けますんで、はい、ちょっと過去の2曲と比べてもどんな感じになりそうですか。過去の2曲に負けず劣らず、今までも熱かったんですが、はい、まあ熱いですね今回も。へ、まあ、メロディアスで、はい、ちょっとこうマイナーコードな感じなんですか。そうですね、今までのその世界観というか、僕が作った曲の空気感から外れてはいないですね。ほう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 。そんなに斬新なことにも挑戦しなかったというか、うんうんうん、全然変えることもできたんですが、もう皆さんが期待している進撃の巨人というものになったと思います。なるほど、はいはい、皆さんぜひこのね、劇場版の映画とともにご期待いただきたいと思います。そしてですね、最近買ったあんなものやこんなものという質問には、アロマオイルとマッサージ機。はい、まあ、アロマオイルはね、まあまあ凝ってらっしゃるんですか。そうですね、というか何かね、もっと持って面白いもの書こうかなと思ったんですが、はい、あまり嘘ついてもあれかなと思ったので、はいはい、最近やっぱちょっと疲れているんですよ。ほうほうほう。いろいろ10周年だというのもあり、でも進撃の巨人の話もあったり、全部頑張りたいなと思って、はい、なんか妙にこう肩も凝るし疲れるなというところで、なんかそうアロマオイルとか癒されるじゃないですか。そうですね、それも皆さんそうだと思うんですが、マッサージ機、はい、すいません、言葉が日本語がちょっと変かもしれないですけど、マッサージ機でいいのかな、こうなんか乗っけるやつ。乗っけるやつ、マッサージチェアとかみたいな、なんかそんな立派なものを買うのはなんか気が引けると言いますか。この年でまだみたいなね、なんか、はい、いろいろあります。いや、そこまでこう本気のやつじゃなくて、はいはいはい、ちょっと揉んでほしいみたいな、はいはい、乗っけるやつ、なんか乗っけて機械でもうオンとオフとかしかないんですよ、はいはいはい、何の調整もできないのね。だから買ってから後悔したっていう話なんですが、 あんま使ってないんですか。あ、全然この届いてほしいところに全然届かない。いや、割といいやついろいろありますよ。そういう失敗したので、皆さんそういうのを買うときはなんかこう調整できるやつにした方がいいですよ。そうですね、はい、場所とか強さとかをね、はい、はい、肩こり大丈夫ですか。そうですね、なので結局プロにやってもらった方がいいなっていう、まあ、そういうことですよ、結論に今なってるんですけども、はい、そして、レボさんがめちゃめちゃ好きな食べ物、そしてどうしても無理な食べ物は何がありますかと聞いたところ、好きなのがレバーだと。レバー嫌いだっていう人もいると思うんですよ。多いと思いますよ。分かってないですね。分かってない、はい、子供だと。まあ、そんなこともないんですけど、僕お酒も好きでよく飲むんですけど、はいはい、そうするとなんとなくレバーは肝臓にいいとか言うじゃないですか、はい、そこの部位を食べるとその自分の体にもいいみたいな理論があるみたいで、うんうんうん、そうするとなんかお酒飲みたいとでも肝臓も大丈夫だし、ウコンとかも飲んだりとか、うんうんうん、なんかレバーがいいらしいと思ったらレバー食べたりとかみたいな、なるほど、もともとそういうとこが来てる気はするんですけど、なんかやっぱり好きですね今。いや、いいじゃないですか、好きで健康にもいいんですからね、はい、はい、一方嫌いなものはですね、昆虫とかって書いてあるんですけど、まあ昆虫あんまり食べない
と思いますけどね。あの嫌いな食べ物というか好きじゃない美味しいと思えないものも実は存在はしてたりはするんですが、あもうでも結構僕食べるんですよ実は。あもうどうしても苦手っていうわけではない。あの食べられないものはなくて、はいはいはい、美味しいと思えないだけで、あの美味しくないと嫌じゃない普通ものを食べるっていうのは、うん、あの生きてくるためには食べないといけないんですけど、どうせ食べるんだったら美味しいものを食べたいと思うので、ちょっと美味しく食べられないものを除外はしますけど、食べられないわけではないんですよ、はい、どうしても苦手っていうと、もうちょっと昆虫とかはまあ普通の人は日本人であればね、食べる機会もそうない。だもし本当に昆虫を食べないと生きていけないっていう時になったらどうしようかなとは思うんですが、その前にちょっといろんなものが終わってしまうような気がするんですけどねそうですね、それどころではなく、はい、それどころではないんじゃないかと、はい、そしてですね、レボさんが最近インターネットで検索したワードは何ですかと聞いたんですけれども、この答えがね、日本エレキテル連合はい、今話題のお笑い芸人の方々です ね今さら何を言っているんだと皆さん大思いだと思うんですが、いや忙しかったんですよ本当に、はい、あまりテレビも見る時間もなくで、なんか盛り上がってるんですよね周りのスタッフとかが。えあみんなダミーの時やってるんですか。最近おもしなんか日本エレキテル連合っていうのが面白いとかって言ってて、はいはいはい、何それと、はいはいはい、でしばらく流してたんですけど、でもなんかやっぱ気になるぞと、自分だけ分かんないの悔しい、はい、あの時代の波に乗り遅れているかもしれないなと思いまして、はい、で調べてみたら、あこれかと、この人たちなのかと、なんかイメージとは違いましたね。あそうですか。まあまあエレキテル連合っていう感じ あのネタではないですねあれね。はい、親近感はありますね。親近感があるんですか。あのサウンドホライズンにも顔の白い人、あー白塗りっていう意味 です出てきたりするんですよ、はいはいはい、なのであの過剰に世界観を持ってる人たち結構親近感を持ちますね。あそうなんですか、はい、なんかいつかこう面白いコラボができたらね。さあ、 あの今後のですね予定もお伝えしていきたいと思いますけれども、10月の1日にアニバーサリーマキシシングルバニシングスターライトがリリースとなりまして、このバニシングスターライトの、ミュージックスマートフォンケースが10月20日に発売になります。これがすごいのはですね、 iPhone5 用、そして iPhone5S 用、まあこれ一緒だと思いますけど、そして iPhone6 用まで出ると。でも今新しいの出すんだったら6にもやっぱ対応していく、その心構えが必要なんじゃないですかね。必要でしょう、はいはい、もう作れるんだと思いましたけどね。作れるみたいですよ。そうなんです、はい、10月20日にこれ出ます。で、サウンドホライズンのメジャーデビュー10周年ファンクラブ祝賀祭というのが10月の26日日曜日と27日月曜日に渋谷公会堂で行われます、はいはい、これはどんな内容で考えてるんですか。そうですね、今までもあの5周年を記念してイベントやったりとかしてたんですが、それの10周年版、5周年やったのに10周年やんないのかということになっちゃうので、10周年もちゃんとやろうと。ただ今まで本当にイベントの手ってなんかトークであったりそういう感じだったんですが、今回せっかくこのバニシングスターライトというのをリリースしますんで、バニスタに出てもらおうかなと思います。あなるほど、フルバンドで、はい、素晴らしい。ロックバンドバニシングスターライトがゲストとしてやってきます。おお、演奏がじゃあ聞けるわけですね。だと思います。エアバンドなのかなあれ。いや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 、エアバンドじゃないでしょう。エアバンドじゃないですかね、はい、あの多分すごいプレイヤーの皆さんと一緒にってことですもんね、はい、はい、皆さんこちらもご期待ください。そしてですね、今日はなんとこのバニシングスターライトのカップリングナンバーであるマザーも特別に皆さんに聞いていただくことができるようになりました。これはあの実はライブでは披露されてるんですね過去にね。そうですね、はい、ライブでしかやっていなかった曲というので2006年に初披露されたんですけれども、はいはい、これはあの今日初めて聞くという方にはどんな曲というふうに。そうですね、でもこれもですね、あの物語は一応あるんですが、はい、ロックバウンドのサウンドとして普通に聴ける楽曲にはなっているかなという、あまり難しく考えずに入り口として入ってもらいやすい曲かなという、そういう感じにはなっていますね。というわけでその曲をこの後お送りしますけれどもね、そろそろお時間が来てしまいましたので、今日お集まりのファンの皆さんと今これラジオを聴いているリスナーの皆さんに最後にレボさんからなんかメッセージをいただけますか。ですね、本当に先ほどからもお話はさせていただいたんですが、あの10周年という機会で、あの今までのサウンドホライズンに対する皆さんのイメージいろいろあると思うんですが、
今回シンプルにあのかっこいいロックサウンドっていうのを追求した一枚でもあるので、入り口として非常に聞きやすいものっていうのを目指したので、もしあいいなと思った方がいらっしゃれば聞いていただきたいし、今までの10年歴史があるのでいろんな面白い楽曲あると思うので、これを機にあの聞いていただけたら非常に嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、浅井博明のレッドニクス、この時間ゲストにお迎えしたのはサウンドホライズンのレボさんでした。ありがとうございました。あさって10月1日に発売となりますニューシングルバニシングスターライトからマザーのショートバージョンを聞いていただきました。サウンドホライズンレボさんを迎えて、行いました公開収録、富田林のスバルホールというプラネタリウムで行ったね、公開収録だったんですが、楽しんでいただけたでしょうか。今週はこれ時間の都合でオンエアできなかったトークパートもまだちょっとあるんです。そんな部分をFM802 スペシャルウィークのレッドニクスでオンエアしたいと思います。10月20日月曜日のレッドニクスです。こちらもお聞き逃しなく。レッドニクス。